州国カリフォルニア州サンディエゴ郡サンディエゴを走るライトレールであるサンディエゴトロリーの系統の一つ。サンディエゴの中心部であるダウンタウン地区とサンディエゴ東部のアーレネアベニューを結ぶ。1986年3月23日に開通したユークリッドアベニュー方面へ向かうイーストラインをルーツに持つ系統。幾度かの路線延伸を経て1997年に 現在のオレンジラインに名称が変更されている。延伸以外にも系統は幾度かの再編が行われており、2012年9月2日以降は、グリーンラインと接続するサンタフェディーポが終点であったが、列車本数が増加した同駅の混雑解消や、ブルーラインの延伸計画に伴い、2018年4月29日からは、 新規に開業した裁判所駅がダウンタウン地区側の終着駅となっている。2019年現在、オレンジラインは裁判所駅から全系統が接続する12番通りインペリアル駅を経て、東部のアーレネアベニュー駅まで結ぶ系統となっており、シビックセンター駅から12番通りインペリアル駅の間は、ブルーラインとグロスモント駅アーレネアベニュー駅の間は、 グリーンラインと路線を共有する。運行ダイヤは平日、土曜、日曜、祝日の3種類が存在し、朝から夕方までは15分間隔、夜間は30分間隔で運行する。また平日および土曜の朝、日曜、祝日の午前中には、区間運転を行う列車が南ありする。料金は他の系統と同様に大人2.5ドルで、非接触式。 IC カードであるコンパスカードを使用した場合は2ドルとなる。2019年現在、オレンジラインは以下の19駅で構成される。そのうち不字時の駅は時刻表に時刻が提示されている主要駅である。一部を除いて駅に隣接する駐車場は無料で利用可能である。ありがとうございます。